け。結局ね、あの引きこもりだから俺マジで疲れた。正直リハでさ、ちょっと張り切りすぎてって感じだったけど、でも本番ちょうど多分ね HP 残り2とか1だったと思う。俺本番肉体が終わった後さ、階段登ってね、階段登った瞬間左肩の裏と右足同時につってさ、階段でってなってた。でもね、感じたその時に、ああ俺ってやっぱ引きこもりなんだな。 We are 引きこもり。俺さ We are 志だと思ってたけど、あれ We have 志なんだね。ずっと We are 志だと思ってたわ。ラルク&クザさんファンです。レディーステディーゴー歌ってくださって、推しが推しの歌を歌ってる姿を見れて幸せでした。本当にありがとうございます。いやマジいい曲なんだよな。でもやっぱね、ラルクのやっぱハイド先生の声はやっぱ最高だなって改めて感じた。自分で歌って凄みがもう全然違う。しょっぱなお前らって言われたし嘘、お前らって言ってた。ハイになってたね。やばいな。でも MC なんかさ、マジで話すことなくなる。乾殿が前にクズがカラオケでレディーステディーゴー歌った時すごい良かったって言ってたから、実際に聴けてマジで嬉しかった。ありがとうございます。乾殿の足元にしか及びません。すみません。バースデーは2階席のためでしたが、今回はアリーナ前方の5列目から拝ませてもらいました。おお、神席ありがとう。クズハが神様だったんだ宗教始まった。クズハアルバム分で当てました。あー、じゃあ俺が神か。甘か甘か。あれ嘘じゃないよ、ガチで座ってた。あの臭い席あったら、リハで出た俺の汗が染みついた臭い席、うん、俺が座ってた席の2個隣でもちさんが座ってたかな。カナエのリハ見てる時出て、クズって汗かくんだ。いやめちゃくちゃ汗かいた。俺なんか1年分ぐらいかいたと思う。服の中めっちゃ汗かいてたと思う。指ハート誰から教わったの？ TikTok っていうか、自分のバースデーライブでも実は指ハートに挑戦してるんだよ。スーパーチャットありがとうございます。鳥ってどういう心境だった？プレッシャーとかありました？あーいいね、質問助かるわ。あのね、プレッシャーありますよ。片やバク転で会場ぶち上げ、片やダンス、そしてなんか聞かせに来る音楽で、鳥がニート終わってる。ダンスもバク転もしないニートが鳥。やっぱプレッシャーあるよ。やっぱ緊張するよ。陰キャにとってセンター分けは敵でしかない。そうなん？そんなことねえだろ。お前の好き嫌いだろ。スーパーチャットありがとうございます。うん。4階席いました。顔見えねえ言われたけど私は見えたからね。ふん、楽しかったよ。ありがとう。何ふん、ツンデレですか？全く顔見えなかったね、後ろの方。あ、振ってるなぐらいしか見えないね、後ろは。スーパーチャットありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。歌い始める前にデボーチェリーって言ってたの。クソクソ、デボーチェリーって言ってたね。いやなんか一応鳥なわけじゃん。種明かしになるけど、やっぱあのふんぞり返るべきだなって。うん、メロチン先生にもそう身振り手振りの時に言われたけど、俺はクズハザだぞっていうのをちゃんと
と堂々とした方がいいっていう話を聞いて、堂々さよ。俺のあのオラつきはその種明かし、堂々としようとしていました。ふん。